平成20年2月10日日曜日に野焼き支援ボランティア初心者研修会が行われました。阿蘇の春の風物詩である野焼きは、美しい草原を守るために重要な作業ですが、命を落とすこともある危険な作業でもあります。本格的な野焼きの時期に入る前に、阿蘇グリーンストックでは9年前から野焼きボランティアへの研修会を実施しています。この研修会には阿蘇市以外から毎年多数の希望者が参加しています。この日、参加者たちは竹で編んだ火消し棒を手に取り、農村公園アピカ横の本塚に登りました。山裾からつけた火は吹き上げる風に乗って勢いよく燃え広がります。参加者たちは林や民家に延焼しないよう、火消し棒で燃える枯れ草を叩いて消す作業に追われていました。